はい、それではお待たせいたしました。日本科学未来館にお越しいただきありがとうございます。これよりトークトークイベント、ロボット研究者の頭の中、5年間のプロジェクトを通して見えてきたこと、こちらのトークイベントを始めていきたいと思います。本日ファシリテーターを務めます科学コミュニケーターの瀬戸です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。 こちら、ね、あのトーク始まる前に少しあの注意事項をご説明させていただきます。こちら、ね、イベントの様子、あの撮影して後日、YouTube にアーカイブ動画を公開する予定ですのであの席によってはちょっと、ね、あの後頭部が映り込んでしまう場合がありますけれどもそちらは、ね、あのご了承いただければと思います。また、ね、映像の記録など広報に使用させていただく場合があります。そして、えー、お客様による写真撮影は今回はご遠慮ください。 その他あの、ご不明な点がある方はスタッフまでお声掛けいただければと思います。あちらにいらっしゃる、はい、スタッフにお声掛けください。はいということで、こちらのトーク始めていきたいと思いますけれども、本日何をするのかと言いますと、このイベントでは未来館の研究エリアで活動されていますね。こちらの5人の先生方。 対話知能学プロジェクトというプロジェクトで活動されている先生方ですけれども自分の欲求や意図を持つロボットと一緒に暮らす未来を描く研究チーム対話知能学プロジェクトの先生方の皆さんとのトークを行ってまいります。 こちらですね対話知能学プロジェクトどんなグループなのかということを簡単にご説明しますと、まあ、新型コロナウイルス感染症の流行とか生成 AI の普及など社会が急激に変化する中でこの5年間で計なんと16回のトークイベントを行ってまいりました。そののの中でですねこちらの、ね、あのスライドの 画像にもありますけれども例えばですね旅行先をおすすめしてくれるロボットであったりあとは共感してくれるロボット見て見ぬふりをするロボットなどなどロボットと人間が共生する社会についての来館者の皆さんと共に考えてきました。 ということで今回対話知能学プロジェクトの先生方をご紹介したいと思います今回ね5年間の集大成の最後のイベントとなっております今回ね対話知能学グループリーダーの石黒先生各グループ代表研究者の4名総勢5名の方にお越しいただきましたまずは対話知能学グループリーダーの大阪大学大学院教授の石黒宏先生ですよろしくお願いしますはい 続いて京都大学大学院教授の河原達也先生ですよろしくお願いします続きまして名古屋大学大学院教授の東中隆一郎先生ですよろしくお願いします続きまして日本電信電話株式会社主任研究員の杉山博明先生ですよろしくお願いしますそして最後に慶応技術 えー、慶応義塾大学教授の進歩、えー、先生です。よろししくお願いいますはい、ということで早速、石、え、黒、ー、先生からプロジェクトの5年間の成果の発表をよろしくお願いいたします。えっとまあこの <laughs> プロジェクトではですね4つの計画っというか、まあ、4つのグループが、まあ、研究グループから成り立っていますで1つ目はですね人間機械社会規範っていうグループ、まあ、そういう研究をしているグループなんですけれどもそこでロボットと人間がどういうふうに共存していけばいいか、まあ、そのルールをですね考えるっていう、まあ、そういう研究をしてきました。 でその下のグループは、えー、行動決定モデル推定の研究をするグループで、えー、その人間機械社会規範に基づいて、まあ、どういうふうな、えー、どういうふうにその自分の行動を決定すればいいかと、まあ、ロボットが、えー、自らそういう、えー、自分の行動を決定するための、えー、仕組みをですね 研究すするグループであります自己認知とか他者認知って書いてはますけれども自分を認識したり他人を認識したりそしてそこから社会関係を推定したり自分と他人の関係がどうなっているのか自分は社会の中でどういうふうに立ち振る舞えばいいのかということを研究するそういうロボットの機能を研究するグループです。 でその下が、えー、と対話理解対話生成の研究を行うグループでこれは実際に話をする、まあ、そういうロボットを実現するグループになっています。で一番下にですね、えー、と対話継続関係維持の研究グループがありましてこれはあの人間ちゃんと話をしなくても相づちを打ったりですねいろんな方法で、えー、人とまあ 話をしているような状況をまあちゃんと話さなくても視線合わせたりうなずいたりしながら、えーまあ、互いに話ができる土台を作っていくと、まあ、そういう研究開発になっています。で5年間やってきて、まあ、どうだったかということなんですけれども、まあ、特に大規模言語モデル がまあ急速に進んで,です、ね、実際にロボットと対話できるようになって我々が研究始めた頃はですねロボットの,その意思決定というか行動決定をするモデルをどう作ればいいかとかまたそのロボットがどういう社会的なルールを 守りながら行動すればいいかっていう問題は、まあ、研究者だけが考えてた問題だったんですけれどももう今となってはですね世の中の多くの人がそういった問題に興味を持つようになったし我々も本当にその答えをですねちゃんと出していかないといけないとまあ、そういう時代になってきたかなと思います。 まあ我々の目指してた研究分野が近年の AI の進歩によってですねまあ本当にリアルな問題になってこれからますます研究が盛んになるまあそういう分野になったなというところが振り返りですかね。以上です <laughs> では続きまして A01 班の川原の方から紹介させていただきます。まず皆さんにお聞きしたいんですけどロボットと話したことってありますかロボットとと話したことある人はちょっと手を挙げてみてください。あ結構いるんでね <laughs> ちょっとあ,のありがとうございます。 えっとじゃあ家にあのスマートスピーカーみたいにこう話しするようなあの機械というかデバイスはお持ちの方ってどれぐらいいますかさまあまあすがにこういうイベントに来られる方だけあって多いかなと思うんですけど、まあ、大体うちの大学で学生さんに聞いても1割もいるかどうかぐらいな感じなんですね。 でえー、私自身も、まあ、ロボットと話しするって実はあんまりなくなくてって言ったりですけど、まあ、うちの研究室にあるロボットと年に何回か話しするぐらいなんですけど、まあ、こういう研究を始めたのが、まあ、今から10年ぐらい前でして、まあ、石黒先生とあのちょうど今ここの図の、えー、っと一番左上に載ってる、まあ、エリカっていうアンドロイド あの開発することになってまあそれであのこういう研究を始めたんですけどまあ10年ぐらい前にこのエリガさんが研究室に来てまあやってみたらやってみたらうちの技術を作ってやってみたらやっぱ全然こう話にならなかったんですね話にならなかったというかもう話がかみ合わない以前にこう話の間が合わなかったんですね。それががですねあのまあ5年ぐらい前にようやくこう話が 噛み合うようになってきて、まあ今は普通に話ができるようになってきてます。で、まあ皆さんあのロボットと話された方結構おられたと思うんですけど、じゃロボットと5分とか10分以上話されたことってありますか？まあないですよね。多分そんなにまあせいぜいあのこんにちはとか、えー、今日は楽しいねとかまあそれぐらいの会話だと思うんですけど、まあ5分10分やっぱり話するとなるとまあ結構大変なんです。 でまあ、ちょうどここにあのお題が A01 のお題が書いてまして「対話継続」「関係字ってちょっと漢字がたくさんあってお子さんにはちょっと難しいかも分かんないんですけど、まあ、これ平たく言うと、えー、ロボットとと長く話ををするにはどううしししたたたらいいかといかめの研究をしてましたで、まあ、そう考えるとどうですかね、まあ、でもこれってねよく考えると、えー、人間同士でも当てはまるわけなんですね。 例えば初めて会った人とかですねあるいはそんなに親しくない人と話して、まあ、5分10分とこう話を、まあ、仕事じゃなくて普通に雑談とかで話をしていくって、まあ、ちょっと得意な人もいるかも分かんないですけど、まあ、やっぱり相手とかにもよりますし、まあ、そんなに簡単ではないですよね。であるいはその2回目会ってこの人とまた話したいなと思わせるにはどうしたらいいか、まあ、そういう。 ところに通じる研究だと思っています。で、じゃあそれどうすればいいかということなんですけど、まあ私が思うにはやっぱり基本的には相手の話にちゃんと興味を持って聞いてあげるっていうことが重要だと思っています。まあなのでその相手の話にこううなずいたり、あるいはその共感を示したりとかですね、まあそういうための、えー、まあそういうのを実際にロボットにこう実装してきましたということです。 でまあでも実際じゃあそれで関係が維持構築できるのか、まあ、そこはなかなか、えー、微妙だと思うんで難しいと思うんですよねまあ,あの他の人とじゃあこの人と関係を築くにはどうしたらいいかとか、まあ、友達になるにはどうしたらいいかあるいはロボットが家族みたいな存在になるにはどうしたらいいかっていうのは、まあ、なかなかそれは、えー、まだまだこう 未来の姿かなとは思ってるんですけど、まあそこに向かって、えーえー、まあ、今後まあ、やっていければいいかなと思っています。はい、以上だいたい以上です。はい、ありがとうございます。あのちょっと私ねあのこ,この話面白いなと思ったんですけれども、はい、まあね相手が何をあの考えているか理解する能力を上げるってよりかはあのなんかこう話の内容がわからなくても。 対話をこう続けるっていう能力にフォーカスされて研究されてるのっていうのはすごく面白いなというふうに個人的に感じました。はい、で理解のの方方はこちらの方にお任せしておりますなるほどということであの続いて東中先生よろしくお願いします。はいえー、っとそうですね私は対話理解生成研究グループっていう,、まあ、いう名前ついてるんですけど、まあ、あのお客さん、まあ、いろんな人が言ってることをちゃんと聞いて。 で何を言うかを決めてちゃんとしゃべるっていう、まあ、そういう、まあ、あのい,いわゆる対話システムの、まあ、ある種動くものの本体を作るっていう、まあ、そういったあの、まあ、グループになっていてなので、まあ、しっかりシステムが動くものっていうのが大事なんですね。であのこっちで見せると分かりやすいと思うんですけどもあの右下にですねロボットがいると思うんです。あの見えますかねしょううこさんっていうロボット 話したことある人いますかねひょっとしてこの中にいないですかねあの未来館で結構展示してたりするんですけど右下に JTB の服を着ている翔子さんっていうのがいてですねこの翔子さんに接客をさせるっていうシステムの開発を通して。 対話の能力をを向上させていくっていいくとうことをしてました。で、私が企画していたこの,、まあ、あの対話ロボットコンペティションっていうものがあって3回この対話知能学の間にやっていたんですけどもあのいろんなチームの人にあのいろんなそのソフトウェアを渡してでこのソフトウェアを使って一番いい接客ができるロボットを作った人を1位にするっていうそういうです、ね、企画を3年間、まあ、ずっとやってたんです、まあ、5年間の中で3回やってたんですよねでつい先月ですね。 あの3回目があってで優勝したチームは LINE さんのチームなんですけどもともと LINE って,のんてうんですか、ね、スマホの LINE のアプリがありますよねあ,あそこはすごくたくさん言語資源とか持っていてあのいいあの言語モデルも持っているんですけどそこは優勝したんですけどねで,でこういうシステムただ結構面白かったのはこのシステムってあの10分会話がちゃんと接客できたんですよね。 で私が最初にやった時は5分で始めたんですよねこのコンペティションなんですけど5分がそのチャット GPT とかを使っていくともっといけるんじゃないかって言ってで10分にしていったんですよねでしかも面白いのはこれ JTB の服着てると思うんですけど JTB の人にも見せたところこれは結構いいということで実際の JTB の店舗で実はこの予選会っていうのをやったんですよね店舗に置いてでお客さん実際の来てるお客さんにちょっと話してみませんかって言って いい評価のシステムが、まあ、本戦に勝ち残るっていう感じ。 で作っていってで今だから10分ぐらい接客ができるんですよね実は。でそれがあのこの技術、まあ、今回の我々のグループでやってきた一つの,、まああの到達点かなと思います。でそのために我々必要となる技術をたくさん作ってきてで,で参加者に提供してきたりあとは必要となるデータですねやっぱこういうものってディープラーニングとか非常に多く使うのでいろんなデータを取っとかなきゃいけないんですけど、まあ、それもたくさん取って皆さんに使えるようにしたりですね、まあ、そういった営みを通してようやく今10分接客ができる。 というぐらいまで来ました。もちろんそのやり取りはまだまだ拙いんですけど、あのお店に置いてもいいかなって思うぐらいの技術までできたのかなというふうに思っています。はい、私からは以上です。ありがとうございます。10分も対話を継続できるというロボット、すごいですね。それ実際に使われた方からえっと例えばこうどの点は良かったのかとかどの点はちょっと改善点があるかみたいな話って聞くんですか。えっとそうですね。10分話してもらってでその後 Google フォームであの 印象を聞くんですよねで実際に接客としてどうでしたかっていうのもあるし翔子さんとお話しして自分の旅行先をちゃんと決めることができましたかっていうことを聞いてだいたい89割ぐらいできるシステムがあの優勝していてそれやっぱりジェスチャーであるとかあのやっぱ反応の速度とかですねその辺りがかなり実は やり取りに聞いてきていてでそれっていうのはやっぱりこの川原先生のところのやっぱりそのタイムちゃんと会話をつなぐ技術プラスアルファで対応の中身もしっかりしていったチームがまあやっぱり優勝したかなという感じですねありがとうございますはい、それでは続いて杉山先生よろしくお願いします はいえー、と行動決定モデル推定研究グループというところでやってますでやってますす杉山です、えーとまあ、この「行動決定モデル推定研究グループ」ってなんかややこしい名前なんですけれども、えー、と結局、まあ、何やりたかったかっていうとロボットとかあの、まあ、AI とかがこうお話をするときに相手のことをどうこの人は思うんだろうなとか考えるんだろうなとか。 あと周りにどんなものがあるかなとかそういったことを踏まえて自分のこう何を言うかを決めるとかそういったところにつながる技術その自分の行動発話このおしゃべりする内容をどう決めるかっていうところを、まあ、それをどう作っていくかっていうのをまあ頑張って研究しようというようなグループやってやってます。 で今まあチャット GPT ってまあすごい、まあ、みんな使っていてあのー、本当に子どもから大人までいろいろ遊んでると思うんですけどもあれに連なる技術のをこう実は3年ぐらい前からあの日本語のまあそのチャット GPT までは全然いかないんですけどもあれのだいぶちっちゃい版で逆に雑談そのおしゃべりにめっちゃ特化してこう。 結構適当なことを言ったりとかあのその時のノリでなんかわってなんか <laughs> しゃべりすぎちゃったりとかそんな感じだけども簡単におしゃべりできるっていうところからまずは、えー、とこの研究、あのーまあ、このプロジェクトでやってた研究をスタートします。これがこの一番目の大規模対話モデルってその、まあ、今となっては大規模って大きくないんですけど、あのー、割とペラペラしゃべるようなモデルっていうのをまあ作ってで一般の人に出しあの公開して使ってもらったりってことをしたりしていました。 でまあ、そこでそのペラペラおしゃべりできるってことが結構実はあのいい感じでしゃべっててその本当に何て言うかこうた,ただ楽しいおしゃべりを5分とか10分とか普通にやってても別に飽きないぐらいにあのその時には「この時は水曜どうでしょう?」ってあの。 ドキュメンタリーというかドキュメンタリーじゃない,、えっと、なんいかバラエティーあるんですけどもあれの話で大泉洋めっちゃ面白いよねとか話こうその辺の話をこうダラダラしてるみたいなそんな感じのおしゃべりをまあできるってことが分かってきましたと。でじゃあ,、まあそれをその,その対話知能学ってあの人とそのロボットとか AI っていうのがこう一緒の空間で一緒に過ごしていける世界っていうのを目指して、まあ、やってたわけですけどじゃあ一緒に同じ空間で一緒に過ごす っっってててなななるるととと、まあ、そここにあるものやっぱり見えてないいいいけないよねっていことを思いました周りに何があるのか分かってなきゃいけない。でじゃあ分かそれをやるためにこのドライブ対話ってことをやったりしていました。これあのロボットと一緒にドライブするって、まあ、とりあえずほ本当に乗っけるといろいろ自動運転とかいろんな法律あるんでとりあえずあのとりあえず同じようなそのドライブの画面を見ながら一緒におしゃべりしてこの時は湘南あここに写ってるのは浅草なんですけども実際作ったのは湘南のあの 海岸沿いをこうドライ一緒にロボットと一緒にドライブするっていうのは作ってまして、まあ、なんかあの「あの江ノ電見えてきたね」ってなんかでしかもそのロボットすごい適当なこと言うんで「あ江ノ電乗ったことあるって言ってあるよ」とかって修学旅行で乗ったよとかって言って「お前修学旅行行ったんかよ」って言ったらなんかすごいサーファーの人たちと遊んで楽しかったよとかってすごいペラ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 なんか適当なこと言うんですけど、まあ、それでおしゃべりして、まあ、同じものを見ておしゃべりして一緒に楽しむっていうことをまあやったりしていました。 あとはこの東山さんのとこって一緒に行旅行代理店のやつやったりでも今やってますでそれと別にあのまあロボットとその仲良くなっていく仲良くなるってなんだそもそもなんだっていうのはよく分かんなかったんですねあのまあ人同士が仲良くなることも一応分かる気はするけど一体それは何が起きてるんだろう仲良くなった状態って何なんだでいやちょっと分かんなかった。 <laughs> 分かんなかったので言うと変な,変な人になっちゃいますけどもそれをまあちゃんとデータとしてまあ捉えていこうっていうのをやってましてその2ヶ月間まあとりあえずまずは人同士であのずっとそのテキストのチャットで LINE みたいなやつでずっとおしゃべりし続けてそこでしか会わない人たちリアルでは会わない人たちがそのテキストでやり取りし続けていってその間がどう仲良くなっていくのか。 どう変わっていくのかまあ仲良くなってったり一瞬仲良くなって仲,良くこう仲が悪くなってたり疎遠 <laughs> になってたりっていうその振る舞いっていうのを見ることでじゃあ仲良くなった時に人はどう変わっていったのかでそれをじゃあロボットで再現するにはどうしたらいいんだろうかとかであのそのやっぱり仲良くなるって相手のことをよく知っていくってことでもあるのでその知っていくためにはその人となりが存在しないといけない。どういうい人かって 人はもちろん人間なんでもちろんそれぞれ個性あると思うんですけどロボットってやっぱり全部自分で作っていくとこなので個性ってどう作られるんだろうとかいう研究っていうのをずっと、はい、していました、まあ、結局まあ5年やってそのまあチャット GPT とかが出てきてそのいろんなことがすごい技術としては進展してるんですけども、まあ、正直やっぱまだまだその人となめっちゃ仲良くなったロボットって話はなかなか聞かない状態でもありますので、まあ、そこら辺についてまあ あのまだまだ研究する男いっぱいあるなと思っているところです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね。私すごい面白いなと思ったのはあの事故のねあの周囲の状況、あの例えばドライブ台湾における、えー、外の景色であったりとか、あとは時間とともに、ね、変わっていくその関係性みたいなものとか、あとはその人の属性、なんかお父さんとか お兄ちゃんなのか友達なのかっていう属性をもとになんかそれをこうモデルに組み込んであのこういう AI を作っているということはいですよね、はい。そうですね。そういうところを目指してはいあのこの関係性だったらまあこういうふうに振る舞おうとかいうこところがだんだん変わっていくということをはい、研究しています。なるほど環境に応じて何を喋るかとか話し方を決めるモデルを作るということですね。ありがとうございます。それでは最後にシン先生お願いします。 はい、えー、慶応義塾大学の進歩と申しますよろしくお願いいたします私の研究はこのちょっと漢字は難しいんですね人間機械社会規範で漢字が難しいので少しわかりやすくお話をしたいと思いますけれども皆さんは今この先生方のお話を聞いて何を言ってるかわかりましたでしょうか <laughs> はいこれなんですね皆さんわかりましたか 仲良くロボットと対話してこれからやっていけますかというのを私のところでやっていけるように研究するのがこの人間機械社会規範研究というものなんですねでこれはあのまず今皆さん言ってること分かりましたかと言ったのはですね分かっているかどうかって今皆さんの反応とうん分かっているっていう方とうんちょっとっていう方ともう皆さんの反応から 分かりますけれどもこれがまさにこのように今お話、えっと、私が話してはいるんですけども皆さんとのこの対話が成立しているのがこれがまさに川原先生の研究で皆さんがうーんうなずいているとうーんちょっと分かんないんじゃないかでこれがまあこういうふうに分かってますか分かってませんかっていう話をロボットとした時にではこの対話が継続できるかどうかっていうのが川原先生が研究されているんですね。でさらにでは 皆さんこの言っていることを分かりましたでしょうかとこのロボットを世の中で今後使って新しいことにいろいろと使っていきますとでその時にロボットは例えばはいこの商品をおすすめですよ旅行に行く時にこちらに行くといいと思いますよそうすると皆さんはそのおすすめを理解してでロボットも皆さんのおすすめを理解する。つまり 自分はここに行きたいんですロボットがですね例えば、えー、今までのロボットだと例えばはい私はちょっと冬なのでスキーに行きたいんですけどもって言うとロボットは「あスキーですねではスキーに行ってください」っていやそれはスキーに行きたいからスキーに行きたいどこに行くって聞いてるのにロボットだと定型文で返してくるとそれ以上進まないわけですあスキーなんですね。 では好きだとと雪ががあるところに行った方がいいでですねでは最近は北海道例えばニセコとか人気ありますよとかっておすすめをして理解して会話が成立していくというのは東中先生の研究なんですね。で,でそうするとあじゃあちょっと旅行に行ってじゃあ今度そこに行ってまあ車を借りてじゃドライブをして、えー、行ってみようかとでそうすると一人で旅行に行く方もいると思いますけどやっぱり旅行って一人で行くと寂しいですよね。 でそうすると今後いやロボット連れて旅行に行くと楽しいかなとところがロボット横にいてですね単にあのそこにいっぱいロボットありますけれどもあのまあ,あの相棒とかねいろんなかわいいですけれどもロボットを行ってもクンクンって泣いてるだけだと思うんですがクンクンと泣いてるロボットで2日間ずっといてるいや楽しいかなって言うとちょっと寂しくなるその時に人間と同じようにでは会話をするとこれは非常に楽しいわけです杉山先生がまさに。 そういうい研究をされてるんですねでこのようにロボットとでは仲良くこれからみんなやっていくためには今のように対話をして理解をしてみんなの行動がこうやって決まっていって何が起きるんでしょうかそれが石黒先生が目指している、まあ、人間のように付き合っていくですから石黒先生が常に考えておられるのは人とは何なのかということなんですね。でそううするとまあ人のように 見えるロボットがいて人間のように対話ができてコミュニケーションができてそうするとようやく少し皆さん「あのうんうん」って分かったようなあの分かったなっていうふうに思っていただけるのはですね、まあ、この一つずつの研究は非常に専門的でそれぞれあこういうものをやってるということを皆さんご理解いただけたと思うんですけどもこの全体としてでは人のようにコミュニケーションをとってみんな仲良く上手に。うん ロボットと付き合っていくためには,ではどうするのかとでこれが私の研究なんですねはい、ここからはですねあまりお話するとまた皆さんわからなくなってしまいますので、えー、簡単にお話をするとですねまあそもそも自分人間には権利がありますでロボットには権利があるかというとロボットそのものには権利がないんですねところが人と同じように今後ロボットが自分たちと私たちと付き合うとなるとじゃあ人間と同じような権利が もしかしたら必要になってくるんじゃないかという問題とかですね。はい、それから、まさに皆さんにこうやって参加してもらって、では、何かおすすめをします、ものを売ります、では今突然ですね、ではちょっとこれから、えー、今日は父兄の皆様あのちょっと関心があるような、これからちょっと金融商品を販売させていただきたいと思います。となるとですね、皆さん、えっと思うわけですけれども。 ところが、まあ、ロボットが例えば何かおすすめをするその時に法律を守んなきゃなんないわけですね、まあ、金融商品は別に売ってもいいわけですけどもただ法律を守って売らなければならないそうすると法律を守って何かをする時にロボットがでは助けてくれる。 多分いや今からじゃあ金融商品を売りたいと思いますロボットがいやちょっと今日は未来館イベントなのでそのようなことはやめてくださいっていうふうに例えばロボットが言うとあすいませんでしたと私は謝るわけですけれども、まあ、つまり法律を守るということをロボットが助けてくれるっていうですね、まあ、そういうことを研究しています。はい、ということで、まあ、今後もですねこの未来館にはいろんなこのロボットがありますけれども、まあ、皆さんロボットと今の段階だとどうやって付き合うかな とということを考える機会って実はあまりないと思いますので今日はあのこのようにまさにロボットと付き合っていくためにロボットとコミュニケーション対話をするそれによって人間と同じように生活をロボットと共に生活をしていくと今後その時にですね今日のちょっとセッションを思い出していただいてああ,あの時はこのくらいしかできなかったなと思って将来的にはですね人のようにロボットと暮らせる時代が来ればいいなそれを目指しているのが 私の班の研究です。はい、素晴らしいまとめありがとうございます。ここでですね、あの今ね、あの進歩先生もまとめてくださったと思うんですけれども、皆さんの中で何か質問がありましたら、今せっかくの機会ですので、えー、ね先生方答えていただけると思います。本当に素朴な質問でもいいので、何か質問ある方いらっしゃいますか？なんでもいいと思います。 ねここが分からなかったとかあ話の問題じゃなくてなんか機械の問題とかモーターの最高時速ってどのぐらいなんですか <laughs> モーターって言うと機械のモーロボットとかに使う動く時に使うモーターの最高速度あそうまあ歩くロボットを作った場合はまあ人間が ちょっとゆっくり歩いてるぐらいな感じですよねでも動物型のロボットを作るとまあ、人間よりも速く走れたりしますだからまだそんなに早く走れないですね人間と同じぐらいかもうちょっとゆっくりなぐらいで歩いてるぐらいですちなみに先生方が作られてるロボットのモーターってそんなに速いものは搭載されてない いいですかさ。されてないです。我々は人と対話したり話をしたりするロボットがま中心なので、えー、ま以前ここにあの本田直もが展示されてましたけど、あれがま今一番の最高峰の技術かなと思いますね。ありがとうございます。あちょっと視界奪っちゃいますね。他に質問ある方いらっしゃいますか？ 質問お願いしますなんで AI にはアップデートが来るのどうして AI はアップデートが来るのかアップデートされるのかという質問でしたまあいろんな研究者が AI をどんどん作るとですね世の中便利になると思って開発するからですよねあとはね人間の代わりにどんどん喋ってくれる AI がいた方が便利だと思いませんか あの日本の人口はどんどん減っていくので、代わりに AI が働いてくれた方がいいのかなと思います。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございます。えっと。 話すために作られていないロボットはあるありますよ。あの掃除をしてくれるルンバとかそれが工場の中でいろいろなものを組み立てるロボットとかたくさんあると思いますよ、うんえーっと。話すロボットを言ってたから あの仕事をしなく仕事は少しするけどあんま話さないロボットってありますか仕事をちょっとしかせずにあとはただ生きてるだけのロボットはいるかっていうことですよね。あ,のあんまりないかなまだねあのそんなロボット捨てられちゃうので。<laughs> ね、あんまり働かないロボットっていうのはままだ世の中になないような気がしますね <laughs> 今研究プロジェクトの中で作られているロボットっていうのはまだあんまりこう仕事みたいなところって JTB のねお話以外って仕事をしているロボットっていうのはケースとしてあるんですか、まあ、あの徐々に増えてきてきますね 大規模言語モデルっていうかチャット GPT でしゃべれるようになってきたのでいろんなところで案内のサービスをやっているロボットとか CG のキャラクターっていうのがぼちぼち増えてきているかなと思いますねあとおもちゃもたくさんありますしねあそこに飾っあの展示してあるような対話型のロボットたくさん出てきていると思いますしゃべりながら仕事するロボットも増えていくみたいですねありがとうございます ごめんなさい順番が見えてなかったです。えっとうちには愛母がいるんですけど、そういうロボあの動物のロボットで研究していることって何ですか？動物のロボットで研究している研究者はいます。あの生きているってどういうことか、どういうふう、なんで僕らはその まあ、例えば犬をね生きてると思うのかっていうのをロボットでも生きてるように感じることができたらその生命って何かっていうのが分かるそう,いうみそういうふうにしてその生きてるっていうのはどういうことかを知るために研究している先生は何人もいます。すみません、えっと あの大阪万博のあのいろんなことも石川先生やられてると思うんですけど何かこう、えー、売りと言いますかその大阪万博でやろうとしていることっていうのがあれば教えていただきたいです。はい、あのうちのパビリオンでは50年先の未来を、はい、あの展示します。でその中にはえっ、ー、とアンドロイドだったら20体以上まあ、ロボットだったら50体以上出てくるのでぜひ見に来てください。50年先の未来が見れると思います。 このロボットロボットをバカにしたりすると反乱すると思いますか？えっと今日はその研究している先生は来てないんですけど、まああの我慢してくれると思いますね。そういうふうにロボットを作ります。 うちのさっきのおしゃべりロボットはめっちゃ反論します。めっちゃ口喧嘩します。<laughs> え、あの難関の時にあのちょっとロボットとの接続がうまくいかなくて、あの音がうまく出なかったんですね。でながってあようやくしゃ喋るようになったわ。あって言ったらえ何何って言うから、いやお前今セットアップしてうまくしゃべるようになったんだよ。って言うからえ。 別にそんな頼んでないんだけどって言われて、はふざけんなっつって、<laughs> いやいやいや、それやらなかった今デモになんないじゃんって言ったら、いやそんなお余計なお世話だよって言われて、<laughs> なこいつって言ってめっちゃ口喧嘩したんですけど、すごい面白かったとかはあります。ありがとうございますそ。そういうロボットも作れますよね。あのあの、はい、ちゃんとした研究者っていうか、あのど,どういう風に作ればいいかを考えているのが辛坊先生なんです。ありがとうございます。 次のご質問でちょっと前半の質問は最後にしたいと思いますお一人ごめんなさい瀬戸さん誰が一番早かったですかねでもあじゃあ最後お二人から質問いただいて終わりにしたいと思います「はい、旧相棒ははんでなんで角,角で角みたいので漢字を表すんですか?<ー>」昔の相棒の 感情の表現が角でやってたってことですねまあう,うんあんまり僕は覚えてないですけど例えば犬って尻尾で感情を表すでしょだからそういうのとに近い似てるんじゃないかなって思います本物の犬が尻尾で表現するのでそれも相棒に合わせてるのかもしれないですねありがとうございますでは最後のご質問です 自分はいつかクレーマーみたいなものをの対応にその AI とかロボットが使われるのかなって思ってるんですが結局最終的に落としどころとして人,に人みたいにこうなんとなく流す方向に落ち着くのか,なんかいろんな知見を利用してもっといい感じにこうあっちにも納得してもらう形で落とせるようになるのかみたいなどっちの方に落ち着くんだろうなってことは気になるのでお答えいただければ幸いです。あのまあ研究の究極のの極 目標は最初におっしゃったような怒ってる人であるとか悲しんでる人にちゃんとこう対応できるようなところまであの持っていきたいと思うんですけど、まあ、ちょっとそこはまだ,まだこれからかなというところですね正直クレーマー対応って非常に有効だと思っていて例えばチャットボットを最近使う機会が増えてきてますけれども、まあ、コールセンターとかクレーマーって非常に対応が大変なんですね ところが相手がロボットだまたはチャットボットだと思うと人間の側も延々と対応してくれるのでもうあのいつまでもどんなにクレームを言っても対応してくれるというそうすると人間側がもう耐えられないのでだからクレーマー対応はロボットは非常に有効だと思います。我慢比べ的なところでもなんか有用だってことはかって参考になります。ありがとうございます。 はいいごご質問ありがとうございます今ねすごいたくさん面白い話が聞け,聞けたと思いますであの。クレーム対応を、ね、あの人間じゃなくてロボットにやらせた方がいいんじゃないかっていう話があったり、まあ、あとねあの人間に反論してしまうロボットっていうのは、まあ、果たしてねそれこうルールで何かあの規制する必要があるのかっていう話もねもしかしかたつながってくるかもしれませんしで最初の方に話で上がったのは、まあ、こうロボットは仕事を。 を今ししてていいいるのかしていないのかかな人間が仕事をした方が早いのかとかロボットにやらせた方が早いのかみたいな話が上がってきてとてもね面白かったと思います。ということでですねあの後半ちょっとねあの簡単に、えーえー、ちょっとね先生方でディスカッションしていただきたいと思うんですけど私、ね、あのちょっと気になったのがじゃあこえっ、ー、とロボットと人間の関係性ってあの。 今どうなっているのか、もしくは、えー、5年前の対話知能学プロジェクトを始めた段階からどのように変わってきたのかということについてちょっとねあの先生方とお話できたらと思います左側はですね例えばまだこの技術はねまだ社会実装は難しいんじゃないか先ほどの質問でもねあのまだねこの,あの技術は 実証段階でございますっていう話もあったと思うんですけどまあ一方でね右側技術の進展になんか人間社会とか追いついていない技術がすごい反論をしてしまって人間が何か言い返せなくなってしまうっていうようなことも考えられると思うんですけれども今この20年2024年2024年対話知能学プロジェクト5年間終えた えー、この現段階において先生方がそれぞれ、えー、研究されているロボットがこの軸で見た時にどこら辺に、えー、位置しているのかということをねあの先生方にお聞きしていきたいと思いますということでねちょっとねこちらボードを今回は用意してまいりましたはいこちらでござす見えますかねはい これで、えっと、それぞれの先生方にそれぞれの先生方が、えー、今現段階で開発されているロボットがこの横軸で見た時にどの辺りに来ているのかということを、えー、ぜひ、ね、お伺いしていきたいと思うんですけれどもまず河原先生からあのお聞きしてもよろしいでしょうかもしよければあの具体的なロボットの名前とともにお伝えくださいはいえっとうちではあの最初に お話があったアンドロイドエリカっていうのとそれから、えー、とコミューっていう、まあ、ちっちゃいこれぐらいのロボットで、えー、やってるんですけど、まあ、エリカはさすがにたくさん作るわけにいかないのでなかなかこう持っていくのは難しいんですけど社会はいここ,ここら辺ですか、ねはいはい、まあでもそれは人間レベルに結構近づいているっていう意味ではそうなんですけどでコミューの方はあのー、もう真ん中にこう入りつつ。はい まあまあ、真ん中に完全に入ってるわけじゃないんですけど半分ごめんなさい半分半分ぐらいがもうちょっと全体的にもうちょっと寄せてもらえ <laughs>、はい、ますらっもうってもらってもらっりもらってもらってもらってっともらってもってもらってもらってもらっのもらって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 のらってもらって 施設であるとかそれから病院の患者さんとかともう何年にもわたって実証実験という形をしていましてまあそういう方々とまあなんとかこう対話ができるようになってきたっていうのがこのプロジェクトの成果であると思っております。ただそれが本当にこう いろんなところで使えるようになるかというところ使えるようにするにはですね、えー、っとまあもとなんてい,ういろいろこう頑張っていかないところはあります。はい、ありがとうございます。じゃあ東中先生いかがでしょうか。そうですね。まあ技技術としてはその接客ロボットみたいなものを想定して、うんうん、あとまあ多分研究者の方々みんなこう左寄りに言うと思うんで、私はちょっとあの。 そうですね真ん中からと右の間ぐらいに接客のシステムを置いてもらうといいかなと思っていてでやっぱりその今回、まあ、何回かコンペとかもやってみて分かったことは、まあ、あのそれなりに接客でできるとということですねでその、まあ、接客もタスクを限らなきゃいけないんですけど例えば旅行の知識なんていうのはロボットの方が持ってるんですよ。 で例えばここにこういう例えば施設ありますかとかもう、エグザクトなロケーションからそのかんその乗り換えまで全部教えてくれたり、まあ、するわけであって、それはあのある種人間よりも優れた側面があるとで追いついてないのは実は人間でそのシステムを使いこなせてないだけって考えることもできるかなと思うんですよね。私はそこそこ作っている方なのでこういうふうにしゃべればできるんじゃないかとまあわかるある程度わかるのでそれなりに引き出すことがまあできたりしますけど、実際に JTB にいらっしゃっていらっしゃるお客様に。 話してもらおうととするともう何言っていいか分からないおろおろみたいになってしまってで結局ちょっとあの黙ってしまって終わりみたいな方も結構あるんですよね。まあ、そういう意味ではこの使い方システムの使い方とかロボットとまあこういうふうに接していけばいいよということが、まあ、あの追いついてくればもっと活用の用途は広がるかなと思って、まあ、ちょっとそこにせ位置づけさせていただきました。なるほどどどありりがががとととううございいいます技、まあ、技術術進展していくというよかかはこう人間や社会とかの方がどんどんこう技術に そうなんですよね。JTB さんの例えば天神にあの店舗にロボットを置こうということになった時に、まあ、そこに置いて予選をやったんですけど本当の人間の並んでいるところのカウンターの1つをロボットにしようという案があってさすがにちょっとそれはという感じでストップがかかってしまったんですよね。やっぱりそこまでではないし、多分おきた客さんも、あの まあうまく話せどうせ話せないしっていうことで、だからまあちょっと別枠のカウンターを作ってそこに今庄子さんを置いたんですけども、あの使いこなせる人は非常にうまく使いこなせる可能性があるなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。では杉山先生いかがでしょうか。はい、えっ、ー、とさっきまあのご紹介したドライブをする一緒にドライブするみたいなやつは。 えとあれ逆にあの自動運転とかじゃないとよそ見運転になって危ないんで <laughs> あのそっちの,その自動運転等々の技術が進展してきたらあのおしゃべりする部分だけについてはまあ真ん中ぐらいにいるかもなという気はちょっとしています大体はいそのくらいで。で一方であのそのもう一個しゃべったら仲良くなるその例えばもう半年1年。 2年3年どんどんずっと仲良くなっていくロボットっていうのは正直まだ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 にもほどがあるっていうところだと思ってますあの、まあえっと実際そこまでその1年間ずっとおしゃべり続けし続けられるくらいの性能っていうその対話のおしゃべりするその上手さっていうところももちろん足りてないですしでじゃあめっちゃ上手におしゃべりしてきたときに。 どっっぷりそれれに使ってししまうかもしれない依存してしまうかもしれないでそこについてのケア、あのー、とかもうそ,そのロボットだけ喋れればそれでいいよってならないようにうまく立ち回るためのケアとか動きっていうところはもう全然分かってないんですねなのでそういった安全性を含めて仲良くなるロボットっていうのは、まあ、まだこっち側でまさにその辺研究しようかなと思っているところです。 なるほど、ありがとうございます。一つ気になったことあるんですけれども、その技術がどんどん進めばいいと必ずしも言えるわけじゃないということでしょうか。いえ、えっ、ー、とそこはちゃんと技術で担保するべきだと思っています。あの安全にどっぷり使らせないであったり、そのとはいえあの一方で例えばネグレクトとかそのちょっとしんどい状況にある人のセキュアベースになるっていう考えはあると思います。安全基地になって。 その人が次に踏み出して頑張って生きるための土台になるっていう役割は担うことはできると思います。で、担ってそこにただでも依存させちゃダメで、あのその次につながるようにうまく制御してあげる、そういった技術にを作っていくってことがまあ大事なんだと思っています。なるほど、ありがとうございます。私ちょっとねあのイメージと少し違った部分がありまして、あのそういったこう。 ロボットに依存させないために技術が担保するというふうに杉山先生おっしゃったんですけれども逆にねそのなんか依存させないためのルールとか法律とかっていうあの観点もあるんじゃないかなと思いましてその辺含めてあの新保先生に最後こちらねあの書いていただきたいと思いますがいかがでしょうか法と法律って違うんですね法というのはこれ全部含まれるんですねですから技術が 進んでいようが進んでいまいがその技術をどういうふうに考えていくのかまたは作るのかということも含めてこれは法はすべて関わっていきますところが法律法律はこの右側のこの線のちょっと手前なんです常にちょっと手前じゃないとダメなんですなぜかというと新しい技術が開発されてそれより先に法律ができているってことはこれは 通常ありえないんですねところが世の中では何か新しい技術が出てきて新しいことができると何か問題が起きるんじゃないかさらには問題がすでに例えば起きているのではないかとそうすると皆さんもいろいろな場面でいつも見る見聞きする言葉として法整備の遅れ常にね法整備の遅れという批判を受けるんですけれども。 これは批判ではななくて当然のことなんですねですから例えば今も皆さん生成 AI を使って、えー、また使ってはいけないっていうところもあったりとかですねそうするとこれについては新しい技術の利用についての法整備が遅れてるって書けばそれで何かみんな納得してしまうんですけどもそうではなくて法律って常にあのギリギリの線のところにあります。でどこまでギリギリを攻めることができるかが私の仕事なんですけども。 ですから、まあ、完全にこのこっち側ね、法律がここに来ると、これはまずいんですね、もう問題もあるし、世の中でいろんなことを決めなきゃなんないのに、法律が全然追いついてないと、これはもう完全に法整備の遅れですけれども、ということで、私の研究というのは、その線ギリギリのところで、どうやって法律というものを考えていくのかということを研究しているということです。 はい、ありがとうございますそれでは最後にです、ね、石黒先生から、えー、まあこの、ね、4人の先生方のロボットのこ関係性とかも含めてちょっと、ね、お話いいただこうと思いますまあその技術の進展に人間とか社会が追いついていないということがありえるのかということなんですけどそれは例えば AI がすごくて人間が何か置いてきぼりになってです、ね、AI をちゃんと使いこなせないと。 まあいうようなことを。言うとしたらですね。その ai の機能がまだ未熟だということなんですよね？で、それは逆に言うと社会実装がまだ難しいっていうことであって、あのもっと技術開発しましょうと。とまあ、例えば ai をどんどん ai とかロボットを研究開発していって、人間と全く同じものができたらまあ、当然友達になれますよね。なので、ロボットとか ai の分野においては？ ま、技術の進展に人間社会が追いついていないという状況はないんじゃないかなと。私自身はあの思っています。まあ、一方で核の技術とか、その人間が今の人間がえまあ簡単に使っちゃいけないものっていうのはもしかしたらありえるかもしれないです。遺伝子の技術とかね。ただまあ ai とかロボットというのは人,人間が作る人工物ですからね。 でそ,れをその力っていうのはまだなんていうかなのでもっともっと技術開発して人間に使いやすいものを作っていくっていうのがまあ AI とかロボットの技術かなというふうに思うのでほぼ全ての技術は、えー、こ真ん中のところかその真ん中からこっち側ですね、えー、と左側にあるっていうことですよね。 えー、私自身はそういういうに思っておりますなんか AI が暴走するとか言われますけど、まあ、あの暴走しそうになったら止めればいいだけだしあのそんなに我々愚かじゃないというふうにも今の話聞いて先生方はいかがでしょうか今の話に完全に賛同するのかそれともいやちょっと違うところあるんじゃないかみたいな話がもしあれば。 うんまあ、ちょっと私もちょっと右側に書いちゃったんであの批判の対象かなとは思うんですけど、まあ、その何て言うんですかね使いこなせてないのが AI が遅れてるせいだっていう言い方はできるとは思うんですけどでも人間の方も別に歩み寄ってもいいと思っているしその何、まあ、て言うのかな完全に人間が何もしなくても 何もそれで生きていけるっていう世界が正しいとも思わないので、そういった意味でやっぱり技術はあるけど、そうどういうふうに使っていくかっていうその人間の成熟性みたいなものっていうのが別にあって、でそれで私はそこに置いたようなまあ、そういう認識でいます。あいいですか。まあ、私も石黒先生の意見に大体賛成なんですけど、あのただ問題はやっぱり人間の中に悪意を持った人がいて悪用する人が。 出てくるって話で、まあ、生成 AI なんかもそうだし、まあ、自動運転なんかもそうだと思うんですけど、まあ、みんなが善良な人であれば多分自動運転は何も問題ないと思うんですけどそれにこうわざわざぶつけたりですね邪魔する人がいたり、まあ、ロボットにこう悪さしたりですねそういう人がまあやっぱり一定数残念ながらいるので、まあ、そこを。 対応どうするのかなっていうところです、ね。でもそうするとね、自動車も乗れなくなっちゃうんですよ。自動車って必ず交通事故を起こすし、えっ、ー、と交通事故がゼロになるならあのなるということはないということを我々分かっては上でえっ、ー、と車運転してます。それからインターネットでまあ、いろんななんていうか犯罪がまあ起こってますよね。なんか偽のメールが来たりして、だから あのこの世の中の技術で悪用できない技術は、まあ、ほぼないというふうに思うんですよね。はいはいまあ、そうなんですけど自動車の場合はだからいや、えー、と悪いことすると一応罰せられるあの法律があるじゃないですかだからそこがしん先生の領域だとそうです。ね。一言で言うとデュアルユースの問題ですね一番身近にあるものとしてはこの自宅に包丁ない方いますかっても挙あげなくていいですけども自宅に包丁がないご家庭はあるでしょうか 多分ないいと思いますよね包丁があって包丁は何に使っておられますかって料理に使ってますよね別の使い方は何ができますか、まあ、殺人もできますよね道具って常にデュアルユースといって同じものであって、まあ、包丁が一番身近なものだと思いますけどそうすると包丁の利用を禁止しますかってことなんですね包丁とか刃物によって殺人事件が起きるのであってればでは世の中からそれを禁止すべきだ。 ととといいいうう人がいるかというとそれはないなぜかというとそれを法律で禁止しているからなんです,、ね、ですからその今のこの今先ほどの法律ってギリギリのところですよと言っていたのは例えば生成 AI を使って今後いろいろな犯罪を実行する人が出てきますコンピューターウイルスというものも簡単に作れますそうするとそれを使って何かをした人を処罰することは必要なんですけども そのの技術を何らかの形で制限するということはあってはいいけないんですねでこれが新しい技術を考える時に皆さん混同して「新しい技術があったら危険だ」「じゃあその技術を何らかの形で制限しましょう」と考える人が出てくるのでそれは私は絶対反対しているとそうではなくてそれを使う人を制限する使い方を制限するということを考えていかなければならないんですね。 まああのいずれにしろその僕らが新しい技術を使う時はちゃんとした教育とかそのまあ新しいモラルをちゃんと身につけていかないといけないというところは間違いないかなと思うんですね。でないと間違った使い方をしてしまう可能性っていうのが大きくなっちゃいますからねだからこれからもっともっと教育とかが大事になることはあの間違いないかなっていうふうに思いますよね。法律ができる前にに新しい技術ののは世の中に 浸透していきますから、えっ、ー、と自分たちでちゃんといい使い方ができるような社会にしとかないといけないということは間違いないかというふうには思います、ね、はい、ありがとうございます。もう早いもので時間が来てまいりましたが、そうですね。こちらのトークを聞いていて、まあ、こう技術の進展っていうのもやはりこう人間が影響を与えることもありますし、逆にこうなんですかね。 人間が成熟することによってさらにこう技術が進展していくというこう相互にね複雑に絡み合う関係性の中で改めて私たちがこう、えー、技術とどう向き合っていかなければならないのかということを、ね、あの考える必要があるんじゃないかなというふうに思いました。ということで残り2分となってまいりましたが最後に何か石黒先生からコメントありますかはいまああのちょっと今日は難しい話だったかなと思いますけれども、まあ、YouTube でっと見ていただく。 まあ、いろんな方のたにはですね一旦我々の研究開発あのこれでこのプロジェクトはあの終わりますけどいろんな形で、えー、と発展していくと思いますしあのここにいる、えー、と5人の研究者っていうのは研究やめるわけじゃなくってもっともっとあの発展した研究開発に取り組んでいきますので、まあ、これからのですね AI とかロボットとか、まあ、そういった えー、技術のあの発展をですね、まあ見守っていただければと思います。まだまだこれから急速に世の中変わることは間違いないですし、えっ、ー、と新しい世の中をみんなで楽しむことができたらなとまあいうふうに思います。はい、はい、ありがとうございました。えー、それでは、えー、以上をもちまして、トークイベントロボット研究者の頭の中5年間のプロジェクトを通して見えてきたことを終了したいと思います。 来場者の皆さんそして研究者の皆さんありがとうございました。